死有動体とは一般にオスの生殖器官とメスの生殖器官を一個体に持っているものを言う。そうでないものは死有遺体という。植物の場合にはそれぞれ死有動種、死有遺種という。死有動体の場合、オスの生殖器官とメスの生殖器官が別々に存在し、機能する。 広く生物一般に当てはまりそうな形で定義すると、配偶子あるいはそれに相当する振る舞いをする部分、言い換えると接合ない子はそれに似た、振る舞いによって新しい個体を作る期間に、大小の分化が見られるとき、大きい方を姿勢、小さい方を優勢と呼ぶ。もし配偶子が大きくて、不動の方と小さくて運動性の方に分化していれば、これは卵と生子である。 各個体がこのどちらか一方だけを作る場合が私有遺体であり同一個体から両方ができるのであれば私有動体である。配偶子が生殖器官からできる場合にはこの器官を見ることにより一応は私有動体か私有遺体かの判断ができる。一般的には同時に生殖器官が発達するものいずれかの生殖器官が先に発達した後にそれが体化して 残りの一方の生殖器官が発達するものなどがある。いずれの場合でも自家受精を行うことは稀で、ほとんどは同種の別の個体との間で生殖を行うのが普通である。ミミズの交尾動物の場合、配偶子には卵と生死の分化が見られ、それぞれに卵巣と生層から作られる。これらを同一の個体の上に作るのが雌雄同体である。動物全体としては、 私有遺体のものが多いが、私有胴体のものも珍しくなく、様々な分類群に見られる。カタツムリ、アメフラシ、ミミズなどが有名である。カタツムリやミミズでは体に前後に並んで、有生期と死生期があり、二個体が行き違うように逆向きに並んで、互いの生死を死生期に注入し合う。アメフラシでは、体の左右に有生期と死生期があり、有生期を 非正規に挿入した方がオスの役割をするが、その個体の後方から別個体がオスとして交尾をすることもあり、数個体が呪術なぎになるのも観察される。その場合、両端の個体はオス、またはメスの働きを、中間の個体は両方の働きをこなすわけである。昆虫では何らかの理由により隣接する細胞間で性が食い違い、 姿勢を示す細胞と優勢を示す細胞が入り混じったモザイク個体が生まれることがあり、これを死有モザイク、または死有間合体という。昆虫では顕著な性的ふたなりを示す種も多く、こうした種にこのモザイクが発現すると、一見して死有間合体とわかる。一般には顕著な性的ふたなりを示す、種の体の正中線を境に左右で性の異なる個体のみを、 昆虫の私有観合体と捉えることが多い。このような個体の標本は収集化に陳重され、高値で取引される。一見わかりにくいが、性的不なりを示さない種でも私有観合体は見られる。また、右前足と左甲子のみといった発言の仕方をする場合もある。苔植物では、植物体本体が配偶体である。生卵期から卵を、 造成器から生子を形成する。多くの苔類では雌雄別株である。シだ植物では胞子から発芽した全容体上に卵と生子を形成する。多くのシだ類では同一全容体上に生卵期も造成器も作られるので雌雄同種である。参照もや電磁草など水生シだなどに大胞子と小胞子を作り、それぞれからは 大小の全容体を生じ、大きい方は卵のみ、小さい方は精子のみを生じるという子有異種の例がある。出植物の生殖は基本的にシダ植物と同じである。出植物の有性全容体は花粉管、子生全容体は肺種の中の肺脳である。その意味ではすべてが子有異種である。それぞれの全容体は植物体の子生生殖器、 有性生殖期から、それぞれ生じるが、そのままあたかも放肆体の一部のように振る舞う。そのため、花粉がめしべに受粉することを、類似的に接合のように見なすのが普通である。この意味では、被子植物の多くは、私有同士と捉えることができる。多くの私有同士の必脂植物では、一つの花に、おしべとめしべを備える。このような花を、両生毛と呼ぶ。 ラッシュ植物の多くと一部の被植物では、おしべのみを含む大花と、めしべのみを含む雌花を同じ株の上につける。このような花を単性下と呼ぶ。植物によっては、同じ株に両性下と単性花をつけるものもある。両性下と大花をつけるものを有性両前性同士と呼び、両性下と雌花をつけるものを死性両前性同士と呼ぶ。私有一種の樹木の一つ高の爪い ソテツ、ヤマモモ、ヤナギなどは株によってオバナかメバナかのどちらかしかつけないので完全に私有遺種である。ヤマブドウは両性花をつけるが各個体はメシベかオシベのいずれか一方が不完全な機能的メバナと機能的オバナのどちらかしか咲かないメカブとオカブに分かれ構造的には私有同士からの分化が不完全な私有遺種への過渡的な体制と見ることができる。 本来的に私有同種であった出植物が私有一種に、これをさらに推し進め、確実に自分以外の相手から受精し、同時に結実できない受粉による無駄をなくせるように進化したものが私有一種であると考えられる。私有一種には性染色体によって決定されるものや生育状況によって決定されるものがある。後者ではしばしば性転換が見られる。 例えば天南省では個体が小さい時はオカブになり大きい時はメカブになる。これはメカブは種子や果実を成熟させるためにより多くの資源を必要とするため十分な貯蔵を持つ大個体でなければその必要を満たすことができないからである。したがってメカブでも種子生産によって地下部の貯蔵が減少するとオカブに性表現を変える。また 売り肌替でのように、性転換は見られるがその要因がよくわかっていない。植物もある。ありがとうございます。